はい、どうも皆さんこんにちは。佐々木朗希選手マイライフ第5回目やっていこうと思います。今もう少しで5月が終わります。でタイトルが今期待の若手ということで、前回レギュラー争奪戦でレギュラーに定着って監督に言われました。ではこれからどうなっていくんでしょうかね。やっていこうと思います。今ロッテ5位だからな、ほんと厳しいな。お、調子上がった。げ、マークされている。マークされたくないな。相手どこ？中日？中日か。ルーキーの佐々木マウンドに上がります。1回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。トップバッターは強打、投げました。初球空振り、いきなり163キロ、投げた、打った、痛烈な、嘘だろおい。うわ、よかった、抜けなかった。強打、ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。バンドが通るか。第9投げた、第2球、投げた、アウトロー空振り、タイミング合いません。これはストライク、キャッチャー2塁へ。セーフ。くそ、追い込んでから投げた、打ちました、2塁ランナー3塁。うわ、3塁行ったわ。アウト、マリーンズ、なおもピンチが続きます。バッターは3番大島、投げた、初球空振り、1球目空振りから低め見送ってストライク。第3球を投げました、打ちました。うわ、抜けた。もう1点取られたわ。早っ。バッターは4番ビシエド。第9投げました、初球空振り、いきなり158キロ、フォーク決まってストライク。これで追い込みました。見逃しの三振。よっしゃ。左バッターボクサー5番高梨。第9ランナー走った、投球ストライク、2塁送球、これは楽々セーフ、盗塁を許します。第2球投げました、打ちました、ピッチャー返し。よかった。一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。でも1点取られたな。1回が終了します。2回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。先頭バッターは武田。第2球投げました、外角低めいっぱい、ストライク。投げました、危ない球。第4球を投げた、打った、投げた、打ちました。細川、余裕があります、噛みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番阿部。第9投げた、初球空振り、いきなり159キロ、投げた、ボール、アウトコース低め、投げた、ボール。次が4球目、投げました、これはかすった形になりました、外れた、ボール。さあ6球目、打ちました、これはセカンド正面、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターはバントの名手、大野。第9投げました、初球はストライク、いきなり162キロ投げました、打ちました、いい当たり。うわ、抜けたわ。左中間へヒット、ボールが点々と転がっている。打ったバッター一気に2塁へ向かう、ランナー2塁でストップ。大野、いいバッティングを見せました。バッターはピッチャー勝野。第9初球決まってストライク。ピッチャーなのに打率6割、マジ。第2球投げました、打った、くそ。第3球は空振り、
佐々木マリーンズ追う展開で迎える3回打ったるわバッター佐々木第9投げました見送ってボール第2球流し打ちダメか取りましたこれで2アウトランナーありませんだよなドラゴンズこの回は打順よく1番からの攻撃トップバッターが初球を打ったよし1塁送球アウトこれでワンアウトランナーはありませんバッターは2番キラタ最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています投げた直球見送ってストライクいきなり162キロ投げたボール第3球を投げたインコース低めストライク第4球を投げた打ちましたショート右、ね、ショートから1塁送球アウトこれで2アウトランナーありませんバッターは3番大島第9球初球カーブは空振りタイミング合いません投げた直球ストライクこれで追い込みました投げましたボール次は4球目投げましたボール次は5球目投げました打ちましたよしレアード掴んだアウトスリーアウトチェンジ佐々木上位だ4回の裏これからドラゴンズの攻撃に入りますバッター頼れる助っ人ビシエド通算105本塁打まであと6本としていますまっすぐ見送ってストライクもう追い込んでいます投げましたアウトコース低め見逃し三振佐々木見事なピッチングです投げました外れたボール第2球2球目ストライク第3球を投げたボール第4球は外のボール引っ掛けた中村ボールを掴んだセカンドから一塁送球アウトバッターは6番武田第1打席はキャッチャーフライに倒れています投げたストライクいきなり160キロボール第3球を投げた打ったファールボール第4球を投げた打ちましたこれはショート正面なんか相手がまあ厳しくなった言う割にはまあそこまでではないな5回の裏これからドラゴンズの攻撃に入りますこの回の先頭バッターは阿部最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れていますインコース低め空振りこれで追い込みました打ちましたショート左横のゴロ一塁送球アウトこれでワンアウトランナーはありませんバッターはバントの名手大野投げたストレート見送ってストライクいきなり159キロボール第3球を投げました見送ってストライク第4球を投げました引っ張ったこれは左に切れていきます投げました打ったうわピッチャーの足抜けたうっそだ大野いいバッティングを見せました先ほどのプレーですバッターはピッチャー勝野やべ投げましたしまった初球から振ってきましたピッチャーの左へおい何やってんの拾ったアウトぶんねランナー二塁に進みましたツーアウトランナー二塁あー嫌な感じするな第9初球空振りいきなり155キロ投げましたボール第3球を投げた打った1、2塁間よし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 スリーアウトチェンジもう交代でいいよ試合は後半まだやんのピッチャー佐々木投げた直球決まってストライク第2球投げた直球ストライクインローへくそインロー追い込まれています投げたボール第4球を投げた内角高めボール投げましたインコースうーわ嫌なとこギリギリドラゴンズこの回は2番からの好打順先頭バッターは平田今日はセカンドゴロとショートゴロ投げました打ちました当たり速でピッチャーゴロ一塁送球アウトこれでワンアウトランナーはありませんバッターは3番大島第9球インコース低めストライクいきなり157キロ2球目ストライクさあ2ストライクと追い込んだ投げました危ない球さあ4球目打ったボールはライナーでライトへ掴みましたこれで2アウトもう疲れたよバッターは頼れる助っ人ビシエドここまで2三振といいところがありません直球見送ってストライクいきなり155キロ打ちましたファール第3球を投げました打った流し打ち切れていきますファール投げました打ったよしアウトスリーアウトもうピッチャー答えていいよ
よかった、負け投手はつかなかった、ギリ。家族サービスするか、たまには。もちろん買うことになった。これ離婚っていう選択肢ないんかな。こんな威圧感ある嫁さん嫌だな。ゾゾマリンスタジアムです。ルーキーの佐々木、まずは1回の表、先頭バッターは雄平。投げた、打ちました、ファウルボール。第2球、投げた、見送ってストライク。簡単に2ストライクと追い込んだ。ストライク、空振り三振。最後は158キロストレート。バッターは2番藤井。投げた、初球見送ってストライク。いきなり156キロ、打ちました、当たり損ない。藤岡取った、一塁へ送る、アウト。これで2アウト、ランナーありません。ヤクルトもしかして最下位。青木、第9、投げた、ストライク、膝元厳しい球でした。まずは決めてきました、打ちました。うわ、ヒットになります。バッターランナー一塁蹴って、二塁も狙う。青木、二塁だ、厳しい。マリン先制のピンチを迎えます。右バッターボックスは4番、山田。山田だ。投げた、初球外れても投げました。おいおいおい、あ、よかった、掴んで、これで3アウトになります。さあリプレイです。佐々木、2回の表、これからスワローズの攻撃に入ります。うわ、村上だ。トップバッターは村上。第9、ストレートはボール。第2球、低めいっぱい、ストライク、危ない球。第4球は危ない球。次は5球目、内角低め見送ってストライク、打ちました、ファール。第7球を投げました、打った。粘るな。村上追い込まれていますが、ファールで粘っています。投げました、フォーク。よかった、低めの変化球でスイングアウトを取りました。お、新しい新人か。際どい球、ボール。投げました、打った、引っ張った、ライナー破った、ライト前ヒット、クリーンヒットです。ベグリー、ナイスバッティングです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。第9、投げました、変化球ストライク、インローへ、直球ストライク、これで追い込みました。投げた、外へ逃げるスライダー、空振り三振。中村、全くタイミングが合いません。初球はストライク、いきなり159キロ、流し打ち、どうだ、取れよ。よし、3アウトチェンジ、スワローズ。オッケー、2点。この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは吉田、決まった、ストライク、いきなり157キロ、投げた、これは引っ掛けた、これはセカンド真正面、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。打順は1番に帰って、雄平。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。投げた、ストレート決まってストライク、軽く追い込んでまいりました。投げた、打ちました、ファールボール。次は4球目、投げた、打ちました。よし、藤岡、ボールを取る、
一塁アウト、これはアウトです。左バッターボックスには藤井、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。ファール。第2球打った、okay. ライト方向へ持っていきましたが取りました。これで3アウト。ゲームは中盤4回に入ります。この回のトップバッターは青木、投げました、初球から打ってった、1、2塁間のゴロ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは4番山田、第1球初球決まってストライク、いきなり157キロ、アウトロー際どい球、ボール、投げました、ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げました、ボール。マリーンズ、ここは引っ張りに警戒します。魚ずみ、おいおいおい、くっそ。山田、いいバッティングを見せました。バッターは5番村上、今日の第1打席はスイングアウト。広角打法にインコース変化球、これやばいだろ、これ。一塁ランナー出た、これは悠々セーフ、びっくりしたわ。第2球投げました、ほら、あ、よかった、ランナー二塁に戻ります、取りました、これで2アウト、ランナーは二塁変わりません。第1球投げました、初球空振り、いきなり160キロ、投げた、インコース引っ張った、ライトへの打球取ってアウト、3アウトチェンジ。では改めてリプレイを、スワロー追加点欲しいな。スワローズの攻撃、バッターバントの名手中村、第1打席あっと引っ掛けた、レアード掴んだ、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは8番坂口、第1打席は内野フライに倒れています。打ちました、初球打ち、三遊間の打球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは9番吉田、最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。打った、初球打ち、打球はライトへ、掴んで、これで3アウトになります。ゲームは後半に入ります。この回の先頭バッターは雄平、今日は三振とショートゴロ。第2球投げた、打ちました、ファールボール。第3球を投げた、危ない球。第4球を投げた、空振り、追い込んで、第5球投げた、内角ボール球打った、レアードボールを掴んだ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。代打は広岡。第9投げました、初球を打ちました、オッケー、ライト前に出る、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番青木。第9投げました、初球を打った、よし、ライトフライ、飛距離は取って、これで3アウトチェンジ。ゲームはこれから終盤に入ります。トップバッターは山田、なんか今日疲れんな、あんまり。なんでだ、おい、ボールはライナーで左中間へ、ワンバウンド、ヒット、センターからいきなり二塁だ。山田ツーベースヒット、くそ。バッターは5番村上、今日は三振とセンターライナー、内角低めいっぱい、ストライク、いきなり160キロ。投球はこれから3球目、ボール、次が4球目、投げました、打ったやつ、センター左へのフライですが取りました、ボールは中継、ランナー二塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。アウトコース高め、外れてボール、投げました、2球目ストライク、第3球を投げた、ボール、第4球を投げた、びっくりした。投球これから5球目、あのカツンとかがすごいびっくりするの。第6球を投げた、打ちました、よっしゃ、いいとこ行くな。アウト、これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第9球、初球空振り、いきなり151キロ、ボール、投げた、ボール。第4球を投げた、打ちました、うーわー、ジャンプ、これはヒットになります。くっそ、2塁ランナー3塁回ってホームに突っ込む、スワローズ1点返しました。リプレイをご覧、よかった、勝ち投手だ、よかった。本日のヒーローは2名。
買い物ばっかだな。パリーグバッティングないからちょっとつまらんよな、投手よりも。やっぱセリーグの選手は何だか良かったかな。バッティングもしたいよね。一応6勝だからトップ狙おうと思えば狙えるな。選抜投手で6位で選ばれていた。6位ってどうなんだよ。選抜投手の中で6位だもん。いけないんじゃない。やべ、体力がない。くそ、しくったな。体力計算しなかった。くそ。大変ながら京セラドーム大阪です。オリックスバファローズ対千葉ロッテマリーンズ。ルーキーの佐々木。オリックスゲスだから。1回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。先頭バッターは山梨。危ない球。第2球。投げました。空振り。第3球。打ちました。引っ掛けた。これは内野フライ。掴みました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは2番後藤。第9球。ストレートはストライク。いきなり158キロ。打った。藤岡ダイレクトでボールを掴んでアウト。ツーアウト。バッターは指名打者モヤ。第9球。投げました。1球目ストレート空振り。いきなり159キロ。打った。痛烈な当たり。一塁送球。中村うまくさばいています。スリーアウトチェンジ。2回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。この回のトップバッターはロドリゲス。第2球投げました。アウトコース低め外れてボール。投げました。ストレート見送ってストライク。投げました。スライダー空振り三振。バッターは5番白崎。第9球投げた。打ちました。ファール。マリーンズ、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。打ちました。ライトへ持っていった。ヒット。白崎ナイスバッティングです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。初球空振り。いきなり161キロ。インコースボール。第3球を投げた。内角際どい球ボール。投げた。まっすぐ見送ってストライク。第5球投げた。見送ってボール。さあ6球目打った。ショート右へのゴロ。藤岡オッケー。いいとこ行ったな。アウト。ゲッツー。スリーアウトチェンジ。めっちゃいいとこ行った。
2回が終了しました。3回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは西浦。投球これから2球目、2球目ストライク、もう追い込んでいます。投げた、バットの先、中村ボールを取る、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番足立。第9ストライク、まずは入れてきました。投げました、打った、レフトへ行った、ヒット。いいバッティングを見せました。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。キャッチャーが3球間に合う、これは楽々セーフ、盗塁を許します。投球これから2球目、危ない球、投球は3球目、投げました、ボール。第4球を投げました、うわー、やめろっておい、センターからセカンドへ、くそー、二塁という場面で山梨、第一打席はキャッチャーフライに倒れています。第3球を投げました、ストレートはボール。第4球は打ちました、ファールボール。第5球投げました、ボール。第6球を投げた、打った、うわー、センターへ、センター前ヒット。山梨ナイスバッティングです。マリーン、なおもピンチが続きます。ワンアウト一三塁、投げた、変化球ストライク、外角高め、投げた、ストライク、オッケー、ボールを2塁へ、アウト、アウト、キャッ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 。第3球を投げた、打ちました、ファール。投げた、打った、第5球投げました、よっしゃー、見逃し三振。序盤終了、バブローズこの回はクリーンナップ、点取ってくれんな。先頭バッターは指名打者モヤ、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。おい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 、クリーンヒット、嫉妬をやめろ。もや、いいバッティングを見せ、バッターは4番ロドリゲス。今日の第1打席はスイングアウト、初球空振りから、危ない球、第3球を投げました、ストライク。次は4球目、投げました、高めボールだった、取りました。これでワンアウト、ランナーは1塁変わりません。まずは一塁牽制、タッチセーフ。第9投げました、見送ってストライク。投球これから2球目、完全に外れた、ボール。投げました、空振り、追い込んでいます。第4球はボール。第5球投げた、打った、うわー、クリーンヒット、なんでだよー、うん、白崎ナイスバッティングです。うーん、ピンチを広げています。ランナー2人を置いて迎えるバッター、やばい疲れた、見送ってストライク、いきなり152キロ、見送ってボール、投げた、インサイドストライク。次は4球目、投げた、打ちました、オッケー、オッケー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 、よかったよかった、いいとこ行ったわ。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。今日2回目の5回の裏、これからバファローズの攻撃に入ります。この回のトップバッターは流し打ち、掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番足立、打ちました、ファールボール。初球ファールから、投げた、打ちました、あっと引っ掛けた、フラフラッと上がった、取りました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは9番若月、今日2度目のバッターボックス。投げた、見送ってストライク。さあツーストライクと追い込んだ、打ちました、サード左打球。頼む、次の回点取ってくれ、スリーアウトチェンジ、勝ち投手になりたい。あ、よかった、負け投手もう飲まなかったね。本日のヒーローは若月、本当に、はあ、負け投手にはならなかったけど、味方の援護がないな。防御率 0.61？ ロッテ三木選手、あ、月間 MVP か、通算かと思った。
そういえば。ああ。謎のアイテムがあるんだよな。これ何なんだ。意味わからんな、これ。うわ、1位セーブだ。しかも向こう好調多いぞ。これダメだな、これ負けるわ。Cセーブに勝つか、ライオンズの攻撃。この回の先頭バッターは森。初球空振り、いきなり157キロ。投げた、インコース低めいっぱい、ストライク。軽く追い込んでまいりました。一つ外してボール、第4球を投げた、打った、ツーレッグだ。藤岡ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。第1球初球から打ってった、取りました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは6番スパンジェンバーグ。第1球投げた、見送ってストライク。1球目ストライクから投げた、見送ってストライク。もう追い込んでいます。投げた、打った、OK。 藤岡掴んだ、アウト。スリーアウトチェンジ。佐々木、3回の裏3点を追いかけます、ライオンズの攻撃。先頭バッターは川越。さあ次の投球、投げました、打った、流し打ち、レアードダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。左バッターボックスは8番金子。第9投げました、高め、スライダーは外れてボール。投げました、打ちました、レフトへ飛んだ、オッケー。これで2アウト、ランナーありません。バッターは DH のメヒア。第9投げました、初球空振り、いきなり159キロ。投げました、打ちました、1、2塁の当たり、見破った、メヒア、いいバッティングを見せました。打順はトップに帰って源田、内角ギリギリいっぱい、ストライク。内角低め見送ってストライク。さあ2ストライクと追い込んだ。第4球は打った、センターへ持っていった、ヒットになります。フェアか、源田ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。2アウトランナー1塁2塁となりまして、殿崎、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。投げた、ボール。第4球を投げた、ライトがいっぱい、見逃し三振。先ほどの序盤終了、ライオンズ、この回はクリーンナップからの攻撃になります。トップバッターは中村。今日の第1打席はスイングアウト。投げた、2球目ストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。低め、空振り三振。佐々木、見事なピッチングです。バッターは4番森。最初のバッターボックスはショートライナーに倒れています。
投げた、アウトコース低め空振り。やっぱストレート強いな。決まってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。打ちました、投げた、低め際どいボール。投球はこれから6球目。インコース低めいっぱい、見逃し三振。右のバッターボックスは5番山川。第一打席はセカンドフライに倒れています。1球目空振りから投げました、ボール。第3球は決まった、ストライク。第4球を投げました、内角低めいっぱい、見逃し三振。内角低めいっぱい。5回の裏、3点を追いかけますライオンズの攻撃。この回のトップバッターはスパンジェンバーグ。最初のバッターボックスはショートゴロに低めのボール引っ掛けた、細川掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番川越。最初のバッターボックスはサードライナーに倒れています。投げました、インコース引っ張った、ライト下がった、ヒット。川越二塁も狙う、川越ツーベースヒットを放ちました。バッターは8番金子。第1打席はレフトフライに倒れています。第2球投げました、打った。投球はこれから3球目。インコース、おい、9番か。やばい、疲れとるしな。せっかく勝てそうなのに。投げました、初球空振り、いきなり159キロ決まってストライク。軽く追い込んでまいりました。アウトロー際どい球、ボール。第4球を投げた、流し打ち、どうだ。え、今取れん。さあ5球目、危ない球。投球はこれから6球目。これは引っ掛けた、うわ、さあワンアウトランナー一塁二塁となりまして、源田。おいおいおい、ちょっと待てよ。ここまで2三振といいところがありません。投げた、外角低め、外れてボール。疲れてるし、もう最悪だわ。第3球は直球空振り。第4球を投げた、流し打ち、アルボール。やばい。さあ5球目、よかった。はあ、あと1人。掴みました、これで2アウト。あ、よかった。うわ、逆転されておるし。痛恨のサヨナラ負け、マリン敗れました。さて本日のヒーロー、俺悪くない、味方のせい。ということで、6月も終わりそうなんで、ちょっとここら辺で実況プレイ終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。